ガキだなマジで。クソガキ。触るんじゃない。了解。やるか。好きにやれる。うるせえから早く来いよって。あれのために隠しを来たと思ってた。そうだよね。おいクソガキ。何言うんだよ。いい加減にしろ。って俺怒ってな。ねえ、散々おもちゃしてるよ。たまには自分もおもちゃしてあげんじゃねえか。会長が多分考えた夢があるかもしれませんが、絶対俺がいないと叶わないと思います。以上で1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。それでは、2023年度、年間締め日、終年ミーティング終わります。お疲れ様でした。だからいいね、やっとしたらでいい。やってるからよ。だって誰がこの時代作ったの？ふつきグループをね、作って、じゃあ何？ふつき会長が望んだ世界だったんですか、これ。ちょっと違うと思う。カノ会長とか望んだ世界なんですか？違うと思う。これが。みんなで変えてこうになってる。何が高級って言うんだよ。どういうこと？意味わかんないですよ。そしたら俺はこれからの話をしてるんだよ。将来が不安ってことですか？違う。この流れをなんかちゃんとやっていかないと。やればええやんけ。だから俺だけやってたらしょうがないじゃないですか。お前から変えてけよ。だから俺だけやっても変わんねえの。1年みんなでやるためにそのやり方を教えてくれて。じゃあまずは敵を作んな。やったな。敵作んなっつってんの。だからじゃあこれが目指してたんですが、業界変えるって。言ったんですよ、さっきもね、言ったけどね。家庭だよ。業界変えれましたね。今こうやって業界が少しずつ変わってきたから、ね、たくさんの人が来てくれて。じゃあ業界変えるって、じゃあこういう意味だったんですね。より良い意味だと思ったんです。これが途中ですってこと。ホストがたくさんの人に受け入れてもらうために違うって思われることをきちんと意見をもらったから、そこを直して今度こそみんなにとって必要な仕事にしなきゃいけないの。せめてホストが悪と言われても俺にできることはホストだし君たちがいるって考えたら、もうそれをお願いします、やらせてくださいって言うことしかできないの。グレーなら当たり前で、だから覚悟があってホストに。だから登竜門だからグレーで許されてたものをね、世田谷でグレース俺らはって言っちゃいけないのって話をしてんの。じゃあ株一人やればいいですか？そうだよ。でもそれがいらないじゃないですか。だから SNS でいらなくないの。現実そこがつながっちゃったから問題になってるの。だから俺らのやることはそこでも迷惑かけません、よろしくお願いしますなの。じゃあどうしたらいいんですか？だからルール仕組みを作り直すの。どうやってですか？売りかけなしとか分かりやすい例でしょ。そういったものを一つ一つ法整備していくんだよ。不安なのも分かるし、ちげえと思うのも分かっけども、そんな時こそそうやってガチャガチャ言っちゃったら誰も進まねえぞ。本当にガチガチしますよ。でもみんな必死に直そうとしてんのよ。これはそもそもマジでやめな。そういうカッコつけてやめてくださいよ。今までカッコつけてないです。いや、いつもカッコつけて言ってること全部一緒です。組織のために。まあそれはあるな。ずっと見てるし、ずっとてか、なんでそんなに俺が嫌いなのにここいんの？お前本当は俺のことがね、受け入れらんねえんだよ。俺の言ってること全部意味わかんねえし、なんでこいつがうまくいってんだろう。俺を否定してくるこいつが。そいつがうまくいくのがマジで気に食わねえ。でも今のところ負けてるから従ってやろう。全体のため、全体のため、綺麗事ばっかり言うこの気持ち悪いピエロ。本当はそう思ってる。俺は本当に後の代に残したくて今必死に悩んでる。後の代に残る仕事になるには、やっぱり今回のトラブルっていうか、今回のホストの扱われ方は正しいと思う。お前だけじゃねえから、あたかもお前だけが世界の悲劇のヒロインみたいな思ってないっすよ。でもやってることはそれだ。みんな必死だ。明日生きていけるか不安だ。別に俺らもういい加減にしろマジで。
そうやってどうすんだどうすんだダメだお前はできねえおめえはどうすんだおめえができねえのに俺はできねえじゃねえよやるしかねえんだよマジで。ユグホン売りかけ 70% 入金もう12月からやってんじゃん。売り上げ下がった？下がってないよね。上がってるぜ。むしろ上がってるね。つまりところ本当はうちって売りかけは規制全然いつでもできんのよ。そうですね。なんか俺がナンバー入っちゃってね。みんなで売りかけをなくすにはみんなで一緒に売りかけをなくさなきゃいけないの。うちだけなくしても意味ない。そういう問題だったから俺はだんまりしたけど全員全部従いますって言ってんのね。リキア、リキアの言ってることは正しくてもみんなでできなきゃ意味ないからそこをちゃんと考えて。元から売りかけの金額規制あるし、だからあなた前のお店ではさめちゃくちゃ借金背負ってきたけどうちで借金増えてないでしょ。全部返しましたからね。うん、だからそういうふうに。やめていいですか。うん、そこは任せます。あなたの決めることですけど僕はあなたがマイナスになるような売りかけを一度も許可したことはないです。そうですよ。うん、俺に生き方教えてくれるから。うん、だからシンプルに俺の中ではでもそうやってなんか俺を敵ってんだったらじゃあ敵じゃなくてちゃんとして売りかけとかじゃないんですもう。じゃあでもお前だってさ何を言ってんすか。お前だってそういうところある。でも他の子にも問題もある。別にでもそこじゃない。みんな業界が元のサイズ戻されたから、うん、じゃあここからどうするんだって話を言ってんですよ。戻らない以上俺だって15人ですよ。だから自分で店やってね26ねいろいろ借金しようやってやいやかしてくれな。騙されたよお前。シンプルに どういうこと。俺はなどのくらいなのじゃあ。俺は助けてもらったからそれやったから、うん、俺もそうだってなんでこれだと思ってすごいなと思いながらで俺も言い方をして絶対面白いと思って飲んでくれたの全部。あすごいぜ。すごいなピッチャーに全部言って彼だけだぞ。誰がやるそんなこと今のやつ言うかな。それは労働環境的に良くないのよ。あ今あのシャンパンと家が今はそうだから混ぜて飲ますのを強要するってのもダメなのよ。そのぐらいたくさんの人とそのぐらいもだって俺はいいよできるし、うん、じゃあかっこいいじゃん男として普通にさ女の子わかんないと思うけどかっこいいねそれってめっちゃ一生懸命やってる人ってさ最後さ今の爪だねさ寝ててさ初めて見たんだ俺。布団かけてなんか布団ってかあれかなんか投射みたいなかけて覚えてるよ忘れなきゃねえぞ。お前は本当に嫌なのは時代が変わったことなんだな。あでもホストの世界それが全部じゃなくなるからおめえの欲しいホストクラブはなくなったよ。ね、新人で潰したものを潰すんだらいいんじゃないですか。そう思うんだったらそれが正しい。え、もうなってるからそれは果たして俺なのかな。果たして俺なのかな。違うな、うん、果たして俺なのかな。誰がじゃあそうなってそう教えたんですか。すべてだな。自分関係ないと関係ある一員ではあるな。ああ自分も潰れてしまうのね。なるほど潰れないね。OK きちんと背負ってこれから進んでいかなきゃいけない。それが俺の仕事だね。毎日俺かけやもんね。仕方がない。まさかこのタイミングでこんなにでかい波が来ると俺も思ってなかった。クソガネガキだなマジでクソガキ、うん、クソガキだっつってんだよ全員な俺も含めて。うんそうだね。俺は好きやった、うん、オッケーオッケーオッケー。好きだったね、うん、触るなよ。うん、うん、触るよガキじゃねえんだよ。うんじゃあ頼む32歳俺の欲しい力をくれ。俺の欲しい力をくれ。いい加減しろ。うんいい加減にしてる。俺の欲しい力をくれ。スタンがある。うんいい加減じゃん。誰かだ分かってんのにさ目を覚ましてくれ本当、うん、俺たちでやっていかなきゃいけねえんだよ。ちょっと見てる。なんでだよ。そんで大事作ってもらってやってるんだね。ふざけて俺を見られてやるか、お前好きにやれ。うんマジ触るんじゃない。了解リキア頼むぞ。やっちまった。何でだよ。俺のこと嫌いかもしんないけど頼む。そういう時期だ。何でだよ。頼む。もうそれ分かってほしい。分かってんだ。分かってるよ。頼む。なんでだよ。なんで俺なんだよ。おめえだからだ。分かってる。頼む。
分かったから付き合い長いのにそんな思いさせて、うん、喧嘩しようしよう。それはできない。何もしない。一回殴ってまで一回殴って。それはできない。お前が先に好きに殴れ。俺はお前を殴んないけどな。いや俺殴るで。でも何があってもお前訴えないよ。俺は殴ってほしい、一回。嫌だよ。俺は殴りたいから。じゃあ分かるでしょ。申し訳ないけども。どういう人じゃないんだったら。お前を殴ることはない。結局なんで、俺、じゃあ俺が何、納得させるのにそうしたんじゃないの。いや、分かんないよ、俺、シンプルに。なんかさ、なんかさ、カッコつけんなよ。してない。なあ。じゃあ何がいいの。カッコつけんなよ。でも殴らない。愛を俺出すから。あ、リキア、そういうのめんどくさい。どうしたら俺はリキアと仲良くまた仕事できんの。いや、大丈夫です。もう遅いんで。もう遅いの？なんでこう、俺はもう遅い日しか会えなかったの？自分の胸嫌いじゃないですか。嫌いなのは俺なの？ふざけるな。ふざけるな。何よ？ふざけるな。6時間半ですよ。何も取れてないっすよ、今日。え、マジで泥酔してんのに、シンプルにどうしよう。え、舐めてんの、あのゴリラ。ユニどれだ。疲れた。意味がわかんない。なんなんだ、あの人。意味わかんない。なんなんだ、あの人。超意味わかんないし。ゴジラも前来たら電話してよ。ああ、早く来いよ。は？うるせえから早く来いよ。誰のために歌舞伎町来たと思ってんだ。ちょっとてめえ。リキアさんが電話来た。はい、もしもし。今、どこにいます？はい、じゃあ。なんで俺にムカついて帰ったの？いやいや、調べにムカついて帰ったんですよ。了解。なんで戻ってきたの？呼んだからじゃないですか。うん、途中で帰ったから、うん、どうしたんですよ。どこが欲しいの。全部やってるし。それはちゃんといいな。いらねえ、そんなの。じゃあだったらじゃあ要望じゃ俺と同じ身分にさせろ。つまるとこに。ねえ、なんで俺のが長年やってんのに。なんであいつら一歩しなんで。ずっと見てたろてめえ。気に食わないとこってそこじゃ。うん、気に入んねえっすね。了解了解、うん、じゃあ一応議題には出すね。売り上げなかったら VIP、EP とかなれんの俺なったことねえよ。やってみるし、下からや。それは俺に怒るんじゃなくて普通に伝えていいことだよ。ちゃんと周りを攻撃しないで俺も攻撃する。攻撃してますよ俺。だから攻撃したらそれは揉めるであって話し合いじゃないの。なんでそこを学びなさい。じゃあやってみろ。じゃあリーダーから言う。やってみろ。ガキがなおに伝えとくな。やってくださいよ。じゃあやっていきんすか。なんであなたたちじゃ、なんなんだよ。そういう言い方しちゃダメだよ。俺だってなんで合ってるじゃないですか。全然いい思いしてねえよ。別に全員いい思いしてない。なんで俺だけよ。許して爆発されてさ、あ、店に迷惑かけなさってさ言われてよ。何が面白いんだよこれよ。じゃあやってみろよ。じゃあ店に迷惑かけやってみろ。ちゃんとできる。やってみろ。やってみろと同じこと。じゃあお願いします。やってみろっつってんだ。来いよ。行かないよ。なんだ、うん、今さらごめんな、リキアの評価間違ったんだな、俺がな。今さら。今さらじゃない。な伝えてくんないと分からないこともある。こういう状況じゃなくて、怒られる。ガキ出しに謝ってな、旅行中怒られてよ。な、隅田渡られて何も知るんだよ。コメント見てんのか、ちゃんと。頭湧いてんのか。じゃあ動画全部消すね。頭湧いてんのか、ほんとに。いいよ。うん、面白いならな。別に分かんないけど、頭湧いてんちゃうか、マジで。シンプルに直してほしいことだ。あ、じゃあそれがじゃあ求めたことなんだな、これが。うーん、だってよかったな、業界変えてよ。もう一回言わせんね、来いよ。じゃあ俺を売らせようと思ってんの、本当に。うん、思ってる。で、君が直れば間違いなく平均線はいくね。売り上げはあっても借金まみれで。だから払い終わったろ。でしょ、やっとうちのやり方で払い終わって。だから払い終わった、だからいいだろ、もう。うん、あなたのだから言ってんだよ。あなた終わったから言ってんだよ。はい、怒鳴るなよ。うん、触ってないよ。怒鳴るのやめてね。触るよ。うん、じゃあ触んないよ。でも
あなたはやっとここで俺は一番嬉しかったこと言うね。じゃあこっち見て、はい、あのね、あなたのおかげでやっとドル側のスーツを自力で買えましたって言われたのが一番嬉しかったの。うん、うん、ここからなんだよ、あなたは。そこだけは分かってね。分からんが言うのは分かってんだ。うん、あああいつはやっと自分で金手にして売れたんだなって俺は思ったんだね。そうだな、そう、わけわかんねえ、なんかいろいろありながらやれ。でもな、リキア、この先があるし、何が欲しい、何が欲しいんだよ、何が欲しいんだよ、ま、自分だったらどうなん、何が欲しいんだよ、何が欲しいんだよ、なあ言ってみろよ、ここ何が欲しいんだよ、ここから先があるわ、うん、ここから先があるよ、リキア、大丈夫だよ、いい加減にしろよ、してないよ、目覚ますよ、目覚ましてない。まだあなたはいけるからこうしてるよ。俺が言ったことがわかんねえんだったら、じゃあいいよ。頭湧いてんちゃうか。じゃあいいよ。ちゃんと怒鳴らず、ちゃんと喋って。ふざけるんじゃねえぞ。じゃあ何なんだ。おい、クソガキ。うん。ふざけんなよ。うん。ふざけてないよ。いい感じにしろな。ふざけてないよ。頭湧いてるのかもしれない。湧いてないよ。終わっちまうぜ。俺は出ないよ。俺やるからな。いいよ、あんだじゃないとな。うん。そって喜ってな。ねえ、散々おもちゃしてくれ。たまには自分もおもちゃしてあげんじゃねえか。んー、じゃあするか、俺のことおもちゃに。うん、そうだ、うん、どういうふうにおもちゃにすんの。うん、じゃあ見てろ。シンプルによくわかんねえ。ふざけんじゃねえぞ。どうも気に食わなかったの。いつまでガキ集まりすんな。じゃあごめんね。な、もうちょっとちゃんと話せない。何だからガキ扱いすんなよ。じゃあもうちょっと内容ちゃんと話して。俺の中での自信を持って一言だけ言うね。絶対俺のとこが一番うまくいってるよ。俺が一番気に食わないし一番面白くないけど、俺のところだから。確かに俺は金とかそういうのなんだけど、俺はあなたことだけでもない。んそれだけだ。そうだよ、それ分かんない。だから俺も裏切ってないでしょ。うん、仕方ねえ。いきや、一瞬だぞ、潰れるの。うん、そうか、分かった、やるんだろ。やらないよ